今日僕は大会に出場する。僕が優勝をつかみ取るんだ。そのために毎日、パワプロをプレイしてきた。この日は動画の撮影日。感覚が空いていたが良いプレーをすることができた。重要なのはここでの結果ではなく本番でいかに能力が発揮できるかなので正直そんなに関係ない日だった。この日の僕はあまり調子が良くなかった。負けることはなかったけど、体の体力が持つかが心配になった。この日の配信時間は57分。大会を前にしている自分にとって、少ない時間だった。この日も僕は配信をした。結論から言うと、大会を迎えるまでは無敗だった。調子もかなり上がってきて、順調だった。翌日1回戦で対戦するプレイヤーと2度対戦し、2連勝した。僕の無敗伝説は続く。試合当日、僕はよく眠れた。朝に一度準備として対戦をした。その相手が奇跡的に WBSC の方でオリンピック出場した選手であり、同じ大会に出る選手だった。その試合にも勝ち生きようよと本番に向けて準備を進めていった。僕は緊張していた。特に何かをかけていたわけではないが、激しい緊張があった。高校生の相手に勝利することができ、記念すべき一勝となった。この試合の重要なポイントは絶好調のトレバー。無失点で抑えることができた。まだ緊張が続いていたため打撃にはかなり苦戦したがとある曲が流れてきて、落ち着きを取り戻すことができた。結局、この打席のホームランで勝負は決した。感謝しなければならないね。ああ、この試合は最高だった。あ、これはいけないね。延長戦を制した試合だったが、一言には語れない。2回にまずいトリプルを許してしまい、そのまま失点。正直、一勝したから気が緩んだ部分はあったかも。けど僕は集中を入れ直すことができた。モイネロが出てきた時はむしろ自信があった。配球が読めていたんだ。その後、延長戦に入ったんだけど信じられないプレーが待っていたんだ。プレーオフからの緩いボール、外野の前に落ちそうだったんだけどキャッチしてくれた。その裏にチームは勝ち、準決勝に進むことができた。延長最終回に流れが来てくれたね。2発のホームランで3点を先制して迎えた終盤、完全に気が緩んでしまっていた。勝利や優勝という文字が頭の中に浮かんでいる時点で、結末は決まっていたのかもしれない。もっと鍛え上げてなんとかリベンジしたいと思うね。悔しい、やっぱり悔しいよ。